はい、それでは3回のデートで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LFC チャンネルということで、今日はお題を出すとかではなくて、1月4日にうちの恋愛スクールに入っていただいた坂本さんって方いらっしゃるんですけど、その方の今日ヘアスタイルのチェックだけ行ってきました。一緒に同行して美容室行って切ってもらってスタイリングとか教えてもらうっていう形をやるんですけど、それをちょっと今日お伝えしたいと思います。じゃあそのまま現場に移動したいと思います。はい、坂本さん来ていただきますんで、変わる状況を見れたらと思います。じゃあカットボール、またちょっと今日家と花井さんに撮っていただきまして、ちょっとポイントをお願いいたします。鉢が見やすいんで、そこはもうサイドを切って、フェードカットして、うーん、で前髪を上げて、はい、年齢がちょっと若いんで、なるほど、大人っぽく見せました。どうですか、切ってみて。そうですね、結構かっこいいですね。かっこいいですね。出す方がいいじゃん。ね、もみあげってどういうもみあげじゃない、1回するから僕切ってあげるんで、こういうふうになんないといいっす。薄いメニュー、薄いメニュー、あ、薄いじゃん。これ以上短くしても変です。でも別に長さ的にはこの上でいいと思いますよ。自信がないですからね。はい、じゃあこの動画がためになったよって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。毎日動画投稿しておりますので、見ていただいてあなたの恋愛力どんどんアップさせてってください。そして必ずうまくいくように私も祈っておりますし、皆さん僕と一緒に頑張っていきましょう。で、ちょっと自分ではわからないよっていうことがあれば、下の概要欄に貼ってある無料相談ありますので、そこの無料相談も無料です。なのでそこで相談してください。これリアルで僕に会いに来てもいいですし、オンライン上パソコン上からでもできますので、ぜひ申し込んでいただけたらと思います。じゃあこんな形でまた皆さん動画でお会いしましょう。恋愛頑張ってください。